SM-22 や SM-6000B 旅客機、h w 7 5ト7 7リラ、ヤントスティンソンエアクラフトは1920年代から1950年にかけて存在したアメリカ合衆国の航空機メーカーである。創業者のエドワードスティンソンは1910年代の初めからパイロットになり、1920年に オハイオ州デートンにスティンソン・エアクラフト・カンパニーを設立した。会社設立の5年後、スティンソンはミシガン州デトロイトで事業計画に対して出資を集めた。デトロイト商工会の航空委員会は、スティンソンのスティンソン・エアクラフト・シンディケートの設立を指示、同、シンディケートは1925年に、 デトロイトの南西の現在のデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港の場所で設立され新型の太陽機である SM-1 デトロイターの開発に2万5000ドル提供した。同期は1926年1月25日に初飛行と夜間飛行に成功してスチンソンは15万ドルの工房による資金で1926年5月4日に スティンソン・エアクラフト・コーポレーションを設立した。スティンソン・エアクラフト社は1926年に10機の SM-1 を販売した。事業は着実に拡大し、スティンソンは1929年に121機を販売した。企業経営が成功している中でも、スティンソンは常に飛行家であり続け、極限飛行で当時としては巨額の年間10万ドルを 稼いでいた。1929年9月、自動車販売業界から転身し、中、高級自動車メーカー経営者として台頭しつつあった、ビジネスマン、エレクトロワンコードが、スティンソン社の株式の60%を買収し、彼の率いるコード社がスティンソンに新設計を追求しながら、競争力のある価格で航空機を販売できるように、追加投資した。 1930年の大表工事に、スティンソンは4隻の SM-2 ジュニアから3、8機の SM-6000 エアライナーまで6機種を販売していた。創業者のエドワード・スティンソンは、当時のパイロットの誰よりも長い1万6000時間以上の飛行歴があったが、1932年11月26日に、シカゴで航空機事故によって38歳で死亡した。 自動車メーカーとしては進興かつ高級車、変調であったコードグループは市場競争の激化に敗退して1938年には経営破綻し、スティンソンはアブコ社を経て1940年にコンベア社の前身の一社であるバルティエアクラフト社に吸収された。第二次世界大戦中、バルティ社の一部門としてスティンソンのブランド名は引き続き使用され、 アメリカ陸軍向けの連絡機 L-1 ビジランと L-5 センティナルを開発、製造した。戦後、引き続き、アメリカ軍向けの連絡機 L-13、グラスホッパーや民間向け系飛行機スティンソン108を開発、製造したが、1950年にスティンソンはパイパーエアクラフト社に売却された。パイパーでもスティンソン108は一時期生産された。 ハイパーはスティンソンの設計であるツインスティンソンを改良した一般航空業界では初の全金属製双発機 PA-23 アパッチで成功を収めた。L-5 はアメリカから日本へ35機が供与され練習機や連絡機として使われていた。ありがとうございます。